と。ポチッとエムラジ。ポチはい。ということで、本日もヤンタン始まりました。あ、どうも、A グループの千澤せいやです。ちょ、拍手だけとかじゃないのよ。なんか、すっごいバタバタして始まったんやけど。ものすごく。こんな感じやったっけ、ヤンタンって。20秒前やったけど、まだ20秒あるみたいななんか感じやったで。そんな感じやったっけ？普段ヤンタンって。まあまあ、それはいいんですけど別に。いやあのね、本日あのこのスタジオ内がですね、ものすごく豪華にしてくださってまして、スタッフさんのね、愛をものすごく感じてますね。赤絨毯が敷かれております。まさかの。赤カーペットですね。レッドカーペットですね。レッドカーペットが引かれております。このラジオブースに。そして、まあね、多分ね、公式ツイッターの方で写真は上がるとは思うんですけども、いろんなね、写真が貼られてたりとか、とりあえずね、赤ずくめっていう感じになっておりますね。はい、そうなんですけども。今日僕一人ではないんですけどね。なんでかわかんないです。相方さんが、喋らないので、僕今冒頭、もうすぐ2分になりますけどね。2分ぐらい一人で喋ってるんですけども。まあ、はい、まさかどっぽく、匂わしてと。なるほど。相方が誰かを、まさかどがやってたように匂わしてと。なるほどですね。まあ、なんて言うんですかね。今日の僕の、まあ、一緒にやる相方はですね、まあなんて言うんですかね。まあもう僕がすごいこう絶対的な信頼を置いてると言いますか。じゃあ俺やん。いや。じゃあ俺やんか。いや。俺やんかそれ。もうちょっと我慢できんかった。じゃあ俺やん。ちょ、我慢できたやろ。俺やんか。びっくりした。俺やった。もう一個目から俺でしかなかったから。びっくりした。俺やった。はい、佐野正也です。俺でした。どうも佐野正也です。はい。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかった、今年も現場ありましたやん。いや、そうです。なんか、なんでね、こんなにこう、豪華にしてもらってるかと言いますとですね。まあ、僕、本日、8月24日、誕生日を迎えまして、ありがとうございます。28歳になりました。イエー大人。ありがとうございます。28ですか。そうなんですよね。8ですか。28になりましたね。8ですね。28ですよ。8ってすごいですね、なんか。8ってすごいです、僕。すごいですか？ 8 ってなんか僕の体感的にはそんなになんか、あれですけどね。7と8ってね、違いますわ。あ、ほんますか？ 8 ってすごいっすよ、なんか。でも俺全然よ。いや、8すごいです。8すごいってずっと言うね。8すげえわ。8すごい。8か。8になった時は26。じゃあ、5か。5でしたね。そう、5やね。そや。8か。8ですよ、3年経ちましたから。8すげえっすわ。なんなん、8すげえっすわって。8はすげえっすわ、ちょっと。いや、もう8になりました。8個離れましたね。無事ね。28ですか。はい。なりましたね。あ、すごいっすね。つか、3年連続現場あったんすもんね、A になってから。みたいやね。一発目が、凱旋か。そうやね、凱旋。凱旋で、やね、最後の、ファイヤーバードバンドで披露するときに、はい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 、舞台上にあるモニターに急に声を出さずに聞いてください。はい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 、はい。末澤には内緒で今からサプライズをします。はい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 、末澤は今ラストファイヤーバードの曲入るように全力で煽っておりますが、この人は何も知らず全力で煽っておりますが、末澤が最後の曲ですファイヤーバードって言った後に小島がハッピーバースデーを引き出しますので皆さんで合唱しましょうって言って。そうやったね。それがもう3年、4年前ってことで？うん、3年前ってことか。あの動画たまに見るんすよ。いや、俺も見る。あれめっちゃいいっすよね。たまに見る俺も。めっちゃもろいっすよね、あれ。俺が後ろ向いたらスタッフさんが瞬時に消すっていう。そう。対応。せやくんに文字見えへんようにね。あれ俺も覚えてますね。で、2年前が何？アカペラ合唱が2年前。アカペラ合唱。あれ、松竹の配信っすよね。そうだね、2年前か。あれ2年前やね。ぐっちゃぐちゃな。歌わん方がマシなくらい。え、だからあれでしょ、2回連続でなんかサプライズしてくれたやつやね。あれ2年前やね。あ、そうですそうです。俺がおらへんとこで別でなんかこう、あ、飾り付けしてる動画を撮ってくれて、リハバをせいや末澤縫いだけ連れていっぱい飾り付けして、ね、と
アカペラと。と実際、松竹座のステージ上でも祝ってくれたんで。ハモって。ぐっちゃぐちゃな。全然ハモれてなかったけどね。マジであれ、もう一回やり直したい。もう一回やり直しましょうか。それがいいんよ。そのリアル感が。なんで、リチャ君しか歌ってなかった。それがええんよ。うん、楽しかったですね。あれ、めちゃめちゃ練習したんですよ、でも。いや、だから、成功ランド的に。それもだから、後々言ったら結構割と多分、ええ、下手なんやで。準備すんの。俺がアホやから気づいてないだけであって、勘いい人は絶対気づいてるレベルやん。気づいてて気づいてないふりしてるでしょ、正直。いや、ほんまに俺気づいてないよ。無理やって、3年連続あったらもう絶対あるって分かりますよ。いや、でも、あれ確か昼公演終わりに、俺が、なんか用事があって他の学園に行った時に、誰もおらんくて、はい、で、違う学園行ったらまたその学園の人もおらんくて、あ、全学園に A がおらんくて、あれみんなどこ行ったんやろみたいな。はい、ってなってたら、でもあの、振付師さんとかが来て、なんか俺だけピンポイントでダメ出しみたいなのが始まったの。言ってた。時間稼いできて。そうそうそう。ピンポイントでダメ出しみたいなのが始まって。音楽ピート。そう。だからあんまり、なんかこう、なんとも思ってなかった。あ、どっか行っ、なんかどこ行ったのかなぐらい。ピンポイントダメ出しあるわけないっすやん、でも。いや、そうからへんやん、それは。その間に我々は松竹の8階の稽古場で。ハモリをちっちゃい声で練習してたんですよ。やってたよな。ハモリ良くないわ、サプライズの時に。練習できへんから。うん。まあ今でできんちゃいますもん。できます？いろいろみんなやって、練習、やってきてますから。やりますか。3年経ってきてますからね。来年、じゃあハモりますわ。え？来年現場あったらハモりますわ。あ、じゃあ楽しみにしてください。来年のハモリ。リベンジします。はい。あのまま。ありがとうございます。去年何しました？去年はあれでしょ？だからステージ上でやってくれたよね。ライブやってたでしょ。そっか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 、そう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 、夏消食してた。そうそう、それで祝ってもらっ って確か一回どん調子待って、はい、開いたらみんなペンライト赤にしてくれてて、そうやそうやそうやっていうやつだったですね。あれのにどん調子待って開いたら真っ赤っていうサプライズしたかったのに、オープニングからペンライト真っ赤やって、あ、俺らのやりたいことができへんかったやつ。そうや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 、その、ま、オープニングから真っ赤の中に何個かもう青、黄色、緑、はい、オレンジ、紫って何個かパラパラあったけど、ほぼ真っ赤やったのに、 そうね、その何個かのポツポツの違う面からがどんちょう開いたらまた統一されて、全然サプライズじゃない。綺麗かったですよ、やっぱり。まあ、楽しかったです。なかなか見れる景色じゃないですからね。で、今年はよかった、ヤンタンということで誕生日連続記録が続きましたよ。生放送ということですね。28歳一発目のお仕事ですから。そうですね、はい、僕初めてなんですよね、誕生日当日のメンバーがラジオする。あ、当日がヤンタンっていうのがね。どうなんすか、何これ。普段はなんかあれっすやん、別にヤンタン、ヤンタンカーじゃないけど、もちろん、はい、もちろんね、ヤンタンカーじゃないけど、これは末澤の声を代弁しますかね。そんなん言ってないよ今の俺。ちょヤンタンカーじゃないけど、その一日仕事してからヤンタンやったら、はいはい、リチャード変わってとか言ってたりしましたよ。ノリでね。ノリで、もちろんノリで、ね、もちろんノリでですよ。誕生日、今日この前仕事してないでしょ。してない。誕生日に10時から仕事入る気持ちってどうなんすか、うん、なるほどね。今日丸1日何もなかって、その日の夜10時から仕事が入るのは、はい、誕生日当日にどういう気持ちなんかってこと、はい、ちょっとライブとかとまた違いますやん。ああ、まあまあまあ。まあ、この時間にも絶対終わってますし、ね。まあまあそうね。確かに確かに。とかいろいろあるし。どうなんすか、1日ゆっくりできるかなって思った瞬間、ヤンタン入ってきた気持ちはどうなんですか。すっげえ聞き方悪いよね。一日ゆっくりできる、誕生日満喫できる、うん、地元の友達と遊びに行こうかな。いや、これでもガチで言わせてもらっていい、はい、はい、おおおスタッフがピリッとした。ガチで言わせてもらうで、これは、はい、ガチででも嬉しいで。おお、これはね、嘘とかじゃなくて、別にもう俺そんな変な嘘つかへんから、はい、そうですね、正直に言うからあれやけど、はいはい、ガチで嬉しいで。こうやってしかも飾り付けしてくれて、はい、でやっぱないからさ、もう普段日常でこんなんないからさ。そうですね、そんなプライベートでこんなんしてくれる人ですもんね。ないから、マジで嬉しい。いつももう結構ぐちゃってなってるけど一個落ちましたよ。その手作り感がいいやん。センターの完璧じゃないところがさ、ヤンタンっぽいやんわかる。完璧じゃなくないやん。いやいや、このもうハッピーバースデーのさ、なんかグニャってなってるのとか、このね、H がグニャってなってきた風船とかもさ、写真貼ってる風船ね。今、思い出の、これね、後ろも割り箸でやってるから。この、だから手作り感がいいんよ。わかる、はい、こういうところがね、ヤンタンらしさが出てて、
でもその手作り感があってこんだけ手間かけてくれたんやなっていうのは2月から考えてくれてたらしいですよ。だっていやそうさっき聞いてせいやくんのレッドカーペットを引こうっていうのを2月から考えてくれてたみたいで、バラもバラ散ってますからね。そうだから言ったんよさっき、俺のことめっちゃ好きやんって言ったらみんな黙るっていう、うん、どう気まずい気まずい気まずいってなって、ね、あの時否定するなりなんかしてやって頭好きよとかして、そ好きに決まってるやんとかね、うん、いや好きちゃうわとか、あとかそうどっちかやったら俺も悩んでやねんとかさ言えたのにさ、なんか黙るっていう黙不思議な時間が2回ぐらいあったもんね。俺のことめっちゃ好きやんで俺も2回振ったのになんか黙るっていう、1回目はノリやったけど、うん、2回目ほんまに気まずかったいやだからそういう風なことをね、だからこうやってケーキも用意してくれてるんか、美味しい、これこれもだってめちゃめちゃ探し回っていろいろ歩き回って決めてくれたらしいからね。ありがたい、美味しい、ほんまに。いやいやありがたいですよ。食べながらしましょう今日だけ。これもう言っていいの？これはまだ言わへん方がいいの？言ってもいいの？ OK。 これね、これなんつったいの、あのさ誕生日の時にタスキ誕生日の時にさ、うん、かけるやん、あの、はい、本日主役とかさ、あ、世界一、これはね俺が今あるのは世界一幸せ者って書いてるタスキがあるんやけど、そのタイトルのタスキ見たことないし、あるんやけど、まうん、普通に売ってるやつからデコレーションしてるのね、プラスアルファでしてくれてて、このサイドにねフリンジをつけてくれたりその世界一幸せ者のところを、それもか、これそれも手作りか、そういうことか、デコってくれてるのね、うわ、あのキラキラをつけて、すっげえキラキラになってるのだからタスキがそれつけてやば、いやこれだからつけてやってくれてんのよ、こうやって手縫いでしょ、そのフリでもこれ、あ、塗ってくれてるでしょ元のやつに、え、これ塗った、塗ってるわちょ、もう一回もう一回言ってください先生、え、めっちゃ俺のこと好きやんや気まずなだけ、気まずいねんって気まずなんねんいやでも間違いない、好きです、スヤ君のことが好きです。いやいや嬉しいよな、こんなんすっごいな、やってくれてさ、うわうわ、どうですか、すごいわ、いい感じですか。いやありがとうございます、バナナ親父も拍手してくれて、いやこんなんないからね、確かに今日やんたんなかったらこんな祝ってもらえてないですもんね。いや絶対、そうや、いやほんまにもう何もなく終わる感じだったから普通に。あ、それはヤンタン入ったから何もなく。うん、ヤンタンなかったらね。あ、ヤンタンなかったら何もなく終わって。そう、別にこういう風に祝ってもらうこともなく。いやでもなかったらなかったらなんかしたでしょ。どういうことですか。なかったらなかったですよ、予定入れてたんじゃないですかなんか。あ、僕が、はい。いや、なかったよ。別にそれはメンバーが祝ってくれてもよかった話やし。ああ、確かに。確かに。ね。メンバーからはありました。あ、メンバーからですか。メンバーこれ知り聞きたいよね、多分みんなね。そうですね、生でこうやって、まず一番最初に来たのは佐野なのでしょ、メンバーの中でね。 俺だってタイマーありましたから、タイマーってジンちゃんタイマーありましたから、あ、そうそう、12時多分1分くらい来たの佐野ね。12時1分、そうそうそう。でなんか関西ジュニアの北村くんの、ボーイズビーの、そう、ボーイズビーの北村くんが、ね、歌を歌って祝ってくれてる動画を送ってきてくれたやんか、はい、おめでとうございますみたいな感じで、そう、それに対して俺も返信してって、俺面白かったけどね。そう、去年がせやくんが松竹座で風呂入ってる時にじんちゃんが俺にせやくんのためにサックス練習したからちょっと吹きたいんすよって言って、でも楽屋帰ってきてから吹いていいですかみたいな言ったから、じゃあもう風呂場行こうぜって言って、じんちゃんも服脱がせてパンツだけ履いて服脱がせて、でももう真っ裸のせやくんがシャンプーしてる背後からじんちゃんのブー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 めちゃめちゃびっくりしたね。背後から風呂入っとって背後からサックスの音はむっちゃびっくりするから、サプライズをじんちゃんしてやってくれたね。確かに確かに、その時も俺のこと頼ってくれて、でなんか今年もなんかしたいってなったけど当日会えへんから、あ、わざわざせんちゃん葵せんだ葵から俺のメール聞いて連絡先してくださいってじんちゃんから。それは別に直接は来へんねんな俺に。そう、せいやくんの LINE メール、うん、メールね、うん、まあ、メールって言ったね、うん、メール教えてくださいって言ったらいいのに、うん、俺のメール教えてくださいってじんちゃんが言って、でな急に動画送ってきて、で送っといてくださいみたいな、でこれ12時に送ってほしいんですよって、いや12時ちょうど絶対忘れるから、うん、59分ぐらいにメールしてって、うん、59分に来てで送ってくる、ちょうどに送って、ああなるほどね、
いやいや、可愛かった。歌うまない陣ちゃん。いや、うまかった。ちゃんと歌ってくれたでしょ。1分半ぐらい。1分半ぐらいだったのかな、ワンコーラスの。ちゃんと。ほんで、俺のちびぬいをさ、こうなんか飾ってくれて。そうね、それにプラス、ハッピーバースデーみたいな壁にも貼ってね。そうそう。ちゃんと送ってきてくれて、嬉しかったよ。ありがとうございます。ちゃんと来てもらってありがとうね。そう、だから陣ちゃんに、来年は直接メールできるように、距離縮めろよってメールしたら、うん、いやそれはハードルが高すぎますって、なんか俺めっちゃハードル低いやんけと思って、ちょっとだけ腹立った、それはムカついた。いや別にそういうそれ悪い意味のハードル低いじゃないやん、それは。違う、なんかそんだけ接しやすいっていう意味合いのあれやからさ。じゃなんか分からんけど、その大倉くんに誕生日送れないんで送ってくださいみたいな、うん、あね、ぐらいなポジションなんですよ、あなたが。いやいや、そんなことないけど、普段あんま喋ることないからね。それはそう、大倉くんには聞けへんけど、俺には聞ける。いやいや、普段なかなか喋らんから。それはそうやねんけど、その同じグループ内でその格差があるから、神社の中で。いや、それはまたちゃうけど。いやいや、ありがたかった。え、だから、申し上げてくださいよ。いやいや、その機会があればね、全然。機会作って、神ちゃんから作れへんから作ってあげてよ。うん、分かった分かった。今年絶対、はい、来年送れるように、まあ、12時ちょうどに神ちゃんが直接、はい。考えておきますわ。考えへんな、絶対。え、だから佐野が一番に来て、はい、大勢かな。ああ、もういつも早いですよね、大勢くん。大勢来て、そう、佐野来て、大勢来て、で、小島来ました。おお。そう。なんとか3人。はい。5分の3。はい。ですね。ん？嘘や。まあ、会ってから言うとかじゃない？いや、その今日。結構あるやん。あの、会わへん時さ、もうみんな別に、夜にメールせんと会った時におめでとうっていうパターンあるやん、まあまあ、いやでもそれはその今日誕生日当日にグループ仕事が、だから俺とかさ、直接会えるならそれするけど、会えへんかったら送りますけどね、今までの感じやったら。まあまあどっちでもいいけど。まさかどさん送らんねや。まさかど来てないで。ええー、いや別にあのあれやで、その船かどうこうとかじゃないからね、そのメール来てないのは。はぁ、はぁ、そのリアクションはぁ、なんもないよ別に、多分その深い意味もないと思うし、別に。いや豆っすやん、絶対分かってはいません、正人くん。いやだからもう別に会うからじゃない、どうせ近々会うやん。もう明日会います、明日会うやん。別にそんな俺、いや絶対送ってやみたいな感じでもないし、俺自身。いや全然いいんやけどさ。なんでくれへんのってメールしましょう。せえへんって。せえへんって。え、大勢くんはなんて聞いたんですか。え、おめでとうございますみたいな。ああ、小島くんは。おめでとうございますみたいな感じだった。あ、もうネタなくなってますよね。いや、ネタとかないよ。リチャは、別のグループメールの方で。おー。おめでとうみたいな。あれですね、はい。うん、個人じゃなくて、グループメールの方で、はい。うん。来ましたけど、ね。じゃあ、まさかどくんだけってことですね。あ、まあまあ、そうね。珍しい、絶対すんのにっていう感じでしたよ、グループからのやつ。いいですね、はい、おめでとうございます。そんな感じで生で伝えれていいですね、はい、そんな感じで。ファンの方からもお便り送ってくれてます。 ありがとうございます。せやくんおめでとうメールです。はい、八尾市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 のラジオネームごまどれさんからです。八尾市もあれへんねん、お前。うわ、え、もう読まんしじゃん、もう。俺よりやばいやん。ええわ、もうお前。ええわ、ごまどれさんもええわ、読まん。いや、読んであげてよ、ごまどれさん。ごまどれさんからです。今日のお二人、こんばんは。こんばんは。そっか、せいやくん来ると思う。分かってねえか。ついにこの日がやってきましたね。8月24日、ドレッシングの日です。私はサラダが大好きなので、ドレッシングは毎日使っています。ちなみに8月24日がドレッシングの日の理由は、カレンダーで8月31日、野菜のちょうど上にあるからだそうですよ。おもろ。18件ぐらいもらえるかな？あ、8月24日、星座聖夜さんも誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。でもっとあったやん、絶対。ついでやん。もっとあったやん。ドレッシングの方メインやったで、これ。めちゃめちゃ。でめっちゃおもろいし。ドレッシングの日の理由が。強すぎる。野菜の日の上にあるからっていうやつやろ。8月31日の上やから。絶対他あったよね。これですか、お祝いメール。これしか届いてなかったってことでいいですか。あ、そうみたいです。これだけです。いや、スタッフさんがこんだけ言ってくれてるから、ね、頑張るわ。俺ももうちょっと届くように頑張るわ。いや、スタッフさんがこんだけ言ってくれて大丈夫。いや、そうやな。嬉しいよ。いや、ありがとうございます。おめでとうございます、ほんと。じゃあ早速やっていきましょうか。そろそろもう20分ぐらい喋ってますからね。ケーキ食べますか、とりあえず。え、とりあえずケーキ。いや、一旦行きましょうか。一旦、あ、そう、はい、行きますか。一旦行きましょうか。これだけ行きましょうか。はい、これだけ行ってケーキ食べましょうか。そうしましょうか。はい。はい、行きます。はい。
何ですか？あ、そっか、どっちかでいいですね、これ。ふわふわしますね。いやいや、あ、そ、どっちでも、あ、じゃあ、いいですよ、あなた。あ、俺、読みたいですね。はい、読んでください。MVS! ヤングタウン！ヤングタウン！生瀬アリを送りさせていただきます。はい。どうですか？どうぞ。あと、5、10、15、20、20、25分後。はい。10時45分から。10時45分。はい。はい。はい、ドラマ、出てます。あら、誰かですか？僕です、佐野正也。あ、佐野が？はい。NHK の、はい、あなたのブツがここにという。あなたのブツがここに。はい。夜ドラにですね。はい。出演させてもらってました。あら。バリバリ裏かぶってるんですよね。まあ、そうで。テレビとラジオですけど。うん。いいんや、これは。いいんやって。ジャンパンどうなるんやろうとか思ってたけど。いいんやって。出ていいみたいです。かも45分から佐野は出えへんか、どっちかに。でもそう、朝ドラの夜番やから15分だけなんですよ。月火水曜日。あ、だから45分から。から11時まで、まあ、それが出なかったら、まあいいとは言え、ちょっとまあちょっと申し訳ないし。まあまあね。だから佐野の声を聞きた人は、そのドラマの方を。そうそうそう。見て、あ、だからドラマを見ながらラジオも聞いていただいて。ですね。いやもうラジオいいんでドラマ見てくださいいやいやいや僕喋ってますから一応その15分間いやもういいんでほんまにラジオは見ていいんでおかしいやんいや見てほしいもんいやいやサママスヤじゃなくてミネタケンタ見てほしいえ今日一発目今日もう3話ですか3話です全然知らんな月曜から始まってんねんあそっかそっか毎日そうそう月火水木木までかける何週だから6週は4×6 週でしょそう 4×6 週24日間そう24の4の3話目です今日なるほどが今日の10時45分から11時まで15分間はいもうあると時間はだからもうドラマは見てほしいですねまあ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 ねまあ録画しててもいいですけどね別にねいやいやいや要するにヤンタンもラジコで聞きますから追っかけ見逃しできますからでもヤンタンってやっぱ生放送でやってるからには生放送の良さがあると思うねでもドラマ見る時ってさやっぱり生放送で聞くからこその良さがあると思う俺はいやでもドラマ見るときってなんかその時にほんまにあ昨日おとついで昨日アコさんが主人公のアコさんがキャバクラ辞めて宅配の会社に来たですごいなんか個性的な人たちに出会ったさて今日どうなるそれをねリアルタイムで楽しんでもらいたいんですよね僕は10時45分からねなるほどねだからじゃあもう仕方ないわドラマ見ながらラジオ聞いてもらうしかないわどれでも見ませんドラマここでうんいや見ないですねもちろん音声入ったらあれやから、はい、無音でじゃあ見ないですなおさら見ましょう見ましょう見ないいや帰ってみます見ないでしょだっていや帰ってみます見ないでしょいや俺もう食べてみたいはやねん俺あの嫌なんよ待つのもうだから全部終わってからグワッて見たいはやねん一気になるやん無理やって見ましょう追っかけましょうリアルタイムで話したいっすねやっぱいやいやいや、まあまあ、楽しいっすよ小島くんの消し付きリアルタイムで追っかけながら話しあれはもうまとめてみるって決めて小島にも言ってまとめてみるってああアイドルは見ました正門くんのうんあえタイトル知らんかった今タイトル知らんかった今メンバーのドラマの見たの見てませんよねだからえ見ましたあまあまあ、半々でもなかったぐらいやな、今。反応的には。いや、見ますよ。みんな下向いたもんだって。追っかけますよ、俺。え追っかけますよ、もちろん。それはえ、ちなみに、ちょっと待って、佐野の。じゃ、ちょっと待って、2週間前かな。小島くんとやんとやった時に、俺のご機嫌取り担当を決めたんですよ。あ、そういうのがあるのその、小島くんが、やんたんのボーカリスト。うん。消し付きはボーカリストが見て、はい。はい、はい。消し付きおもろかったっすよ、って。うんヤンタの本番前に褒めて、うん、機嫌を取る、うん、でそれの俺バージョンがバカの親父なんですよおおで決まってるんや指名したんですよ俺あ誰に褒められたら嬉しいかなって、はい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 、バカの親父やと思う、はいはいはい、見てくれてますかちゃんとよっしゃー見てくれてるーよっしゃバク転うまいねほらバク転してるんですよ知ってるよすんちゃん優しい学会で喋ってるから、ね、言ってたやん言ってるかバク転したんとかじゃなくて見てほしいありがとうございます予告で見たよね俺バク転してんの予告はいいんすよなんか血流してるやつあそっちまだ放送されてないけど血流す方ね頭から、うんはい、それを見たい笑顔で血流してるそうそうそう予告見たよ嬉しいよかった機嫌いいわ今日も俺テンション上がったじゃんテンション上がりましたあ大事ですねやっぱご機嫌取り担当は必要ですわ褒めてあげてください消し付けも
え、それで言ったら俺のご機嫌取りも決めましょう、決めましょう、ちゃんと。そうなってきたら。そう、決めといた方がいいっす。ちゃんと決めといてほしいよな。映像だけじゃないですか。舞台とか、雑誌も、ライブも、まあ、ソロコンとかあります。ソロコンもちろん。そりゃそうよね。全部ですよ。うん。だから、ピアアリーナとかライブ見に来てくれたとしてもグループのことを褒めるんじゃなくてその個人のことをめっちゃ褒めてくれるから、いやいや、そうね、ご機嫌取り担当はしてほしいよね、うん、それはちゃんと誰に褒められたら嬉しいからですよ。そうね、聖夜君が全員下向いたわ全員見事に下向いて、決めといた方がいいです、向きましたけどね、嬉しいっすね。なんなら隠れてる人もいます、もう見えないようにリンクなった、決めた方がいいですよ。誰って言いづらいよね。でもどう言ったらいいんやろうね。俺もバナナ親父って言いました、指さしました。ああ、もう指名で、はい、いや、かぶってもいいですよ。だってかぶったらバナナ親父が月曜から日曜全部 A グループでスケジュール埋まるかもしれないけど、いや、いいよ、もう俺はそんな機嫌取りいいよ、もう他の徳島だけでいいよ。なんか俺らがちっちゃいやつみたいな俺はもう大丈夫ですよ。そんな機嫌取りなくても別に大丈夫なんで。そっか。でも俺もちょっと欲しいんで見てください。でも45分になったら見ましょう、一緒に。はい、いや、もうだからちょっともうそろそろ喋りすぎわ。ね。ちょっと。ほんまや。オープニング喋りすぎ。まさかだったらもうバッサリ言ってるよ、途中の段階で。もうだいぶ早い段階から多分切ってた、ね、でもよくないっすよ。まさかのは。いや、もうタイムキープして。忠実やから。面白いから。ラジオなんだから。いや、ラジオがケツが決まってるから、ちゃんとこのスケジュールのちゃんと時間をまさかだもん見て、違う、あ、もうこの話これ以上続いたら話長なると思ったらもうスパンって切って。加藤君はタイムキープしすぎやし、現場早く入りすぎ。で、それはいいやろ、現場早く入るのはいいやろ。いつ行っても一番最初にいる。はい、うん。まあ、こんな感じでね。誕生日やし、はい、準備やりましょう。楽しくやっていきましょうか。はい、お願いします。はい、ということでですね、メールアドレスは ys@mbs1179.com。メールアドレスは ys@mbs1179.com。 放送を聞いての感想をどしどしお寄せください。ツイッターはハッシュタグ A やんたんでたくさんつぶえてください。ケーキごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この後、11時30分までお付き合いください。この番組はワンカップ大関の提供でお送りします。花子です。今日取引先で、ああ、花子さん、うちの会社に来いへん、またまた待遇とかいろいろええ塩梅にするで。部長、ご冗談を。そんな日は早く帰ってワンカップ大関を飲む花子でした。ええ塩梅ってなんやねんな。お酒は二十歳になってから。目指せ全国制覇 A グループ 47全国ツアーへの道はい、このコーナーはもう仕事終わってますから、スタジオの語り付けした時点でも、はい、今日の感じの仕事終わってますから。あ、だからですか、はい、今あのツイッターの写真を撮りに来たんですけど、え、もしかしてもう始まってるとかって言ってましてダッシュで戻ってきましたけど、合図出さなあかん人が喋り出してください。大事なそんな感じで。ギリ大丈夫です。忘れてました。はい、忘れてました。はい、このコーナーはですね、毎週全国各地から多くのお便りをもらっている僕たち A グループが、いつかいろんな町に住むみんなに会いに行きたいということで、あなたの住む町のいろんな楽しいこと、美味しいもの、こんな面白いものがあるよなどの情報を教えてくださいと、毎週生放送中に募集するコーナーでございます。いえいえいえ、はい。さあ、早速じゃあ引いていきますか。お願いします。もう結構埋まってきてますから。ほんまやな。でもやっぱ結構上が出てるよね。兵庫引きたくないですか。この2人、この2人の時に兵庫引きたいですよね。確かに。バースデー兵庫。でも形で選んじゃってください。もう 形で兵庫むずいんよな。兵庫の手触りちゃうな。触り慣れてるでしょ兵庫。いや、もう行きますよ。じゃあ28年おんねんから、これで行きます。はい、こちら。ん、何それ、どこ。茨城県。ほー、茨城県でございます。誕生日に茨城県。また結構あっちの方か。どこ茨城、あああれか、うん、あんまりだからあれか、結構上から攻めてる、行ってる感あるよね。上から攻めるのか俺たちは。の
茨城県でございますよ。 ありがとうございます。いいですね、茨城県。はい、全然知らないです、正直。いろいろね、ちょっと茨城県に住んでるリスナーさん、茨城県にゆかりのあるリスナーさん、どうぞツイッターで必ずハッシュタグ A ヤンタン47ツアーをつけて、はい、茨城県の自慢をつぶやいてください。たくさんのツイートお待ちしております。お願いします。今日は A グループ星澤誠也と佐野正也がお送りしています。はい、佐野くん、はい、本日の意気込みをどうぞ。もうジングルとかどうでもいいから早くケーキが食べたいです。お、はい、ケーキを食べに戻りましょう、控室へ。何ケーキですか今日。何ケーキなんですかね。何ですか。いつもね、なんかショートケーキやったりゼリーっぽいやつやったりね、はい、とにかくフルーツがたくさん乗ってるケーキ。あ、ジングルこんないらんのよ。こうやってジングル早く終わらせてケーキ食べたい。いえいえ、ジングルやっぱ大事ですから。そんな、10時になっちゃうから、10時になっちゃったら、はい、そのまんまラジオしないといけないんで。これ10時になった場合はジングルが流れてるってことになるんですか。ジングルがそのままどういうあれになるんですか。これジングルがそのまま流れて、ジングルの時にまた頭から流れる。ああ、なるほど。複雑なことを送るんで、はい、とにかく早く終わりましょう、このジングルは。わかりました。じゃあケーキ食べに行きましょう。続きをお楽しみください。この前カレー屋さんから出てきたサラリーマンのおっちゃんがね、外すの忘れたんですかね、紙エプロンをしたまま店から出てきてね、紙エプロンしたままどっかに行ったんですよ。あのサラリーマンのおっちゃんも疲れてるんですかね。どっか温泉でも行ってきたらええのに、紙エプロンで前隠して。ホテルニュー淡路。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ、体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン。疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。声優の梶原学徒です。現在 M ラジストアにてストーリービジュアルブック梶原学徒が好評発売中。 MBS ラジオと小説家になろうのコラボコンテストから生まれた音声ドラマと、そのストーリーを私梶原学徒が再現した撮り下ろし写真を収める見て聞いて楽しめる一冊、詳しくは M ラジストアで検索。なんだか今日は素敵な気分、心今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどをメールでいただきました。ハッピートゥデイのコーナーでございます。はい、早速読んでいきましょう。はい、まずは岐阜県のけいこさんからです。ありがとうございます。 A グループのお二人さん、こんばんは。こんばんは。せいやくんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今週末の日曜日には私も一つ年を重ねます。うん、ハッピーな誕生日を迎えるために少しでも心配事は消しておこうということで、うん、私は今明日の手術のために今日から入院し病院にいます。あら、大した手術ではないのですが、初めての手術に年がいもなくビビっています。ちょっとハッピーではありませんが、手術の前夜に A グループのお二人の声が聞けるのはハッピーな気がしています。病室のベッドの上でイヤホンでヤンタンを聞く予定です。うん、なるほどね。嬉しいですね。何の手術なんやろ。なんやろね。怖いよね、初めては。まあね、まあでもちょっとこれ聞いてね、ちょっとでも緊張を和らいでもらえるとね。そうですね、嬉しいね。これ聞いてドラマ見て、けいこさん、けいこ、あ、じゃあけいこさんね。これなんて読みます。それけいこ姉、けいこ姉さん、けいこ姉さん、けいこ姉さんです。けいこ姉さん頑張ってね。お姉さん頑張って、応援してます。君たち応援してるから、応援してるからね。また来週教えてください。はい、頑張ってね。さあ続いて、大阪市ラジオネームあめちゃんからです。あめちゃんか、アメちゃん、アメちゃん、アメちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私の最近あった嬉しかったことは、まさやくんの出演するドラマ、うん、あなたのブツがここにの放送が始まったことです。いえいえ、ありがとうございます。1話に続けて2話をリアタイしたのですが、佐野まさやくん演じるミネタケンタ、はい、通称ミネケンが、はい、もうあまりにも可愛すぎて腰抜かしました。放送後のツイッターはミネケンの可愛さにビビり散らかした英単の方たちのツイートで溢れ返っていました。もし今日のスタジオにまさやくんがおられたら、いるよ、撮影の裏話やドラマの見どころを教えてくださいと、いうことですけども、ありがとうございます。なんかありますか、裏話。裏話、そう、ミネケンが、うん、の YouTube、 僕らやらせてもらってる YouTube の教習所行って、はい、誰が一番ドラテクあるかみたいな、大志くんが
イキリ散らかした感じ。あ、イキリ散らかしたあの回を監督さんが見てくれて、それこそせいやくんとかになんかキャンキャン言ってたり、うん、いじられてなんかワーワー言ってる姿を見て、あ、ミネケンいたって思ってくれてキャスティングしてくれた。あれで、あの回で運転してるから、あ、免許も持ってるんや、で調べたらバク転もできるんや、あ、じゃあもうこの子にしよう。すっごすっごない、あの YouTube からお仕事決まったってこと。そう、やば、あの教習所の YouTube から。そんなこともあるんやね。めっちゃ嬉しくないですかそれ。いや確かにな。 そっからつながって、へえー、ミネケンいいっすよ、もっとワンコっぽくやってとか。いいよね、ここ、うん、おい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 、見てへんやろ、ミネケンのフルネーム分からんやろ。ミネケンだろ。もう見たやん今日で。分かるよ。そうや、昨日もバク転したし、まだまだそういうアクロバティックなこともやっていきますから、ミネケンは。見どころありますか。見どころね、はい、もう振られてるんですよ俺、主人公に、はい、今で、はいはいはい、早っ、一目惚れして、はい、まあ、告白じゃないけど、うん、アタックして、うん、時間だけって言われてるんですよ、うん、ミネケン、まあ、ミネケンですから、ここからどん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 アタックしていきますから。ああ、なるほどね。ここからじゃあまた展開が、はい、なんか普通の恋愛ドラマのあの感じのともちょっと違う、うん、年下、8個ぐらい上なんですかね、ミネケンが恋してる女性、はい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 、なんでその年の差ならではの年下ワンコ感あふれる懐き方、告白の仕方、告白というか、はい、懐き方ですね。ほんま楽しみにしておいてほしい。じゃあちょっとそのワンちゃんっぽいえってことですね。ワンちゃんっぽいです。犬っぽい。めっちゃ犬っぽいです。犬です。あのミネケン、ミネケンが見れるということで、はい、そういうところちょっとじゃあ注目して、そういうことです、見てもらえたらなってことですね。お願いします。はい、皆さんぜひね見てください。今日も見てくださいね。あと8分で始まる始まるけど。さあ続きまして、はい、横浜市の稲藤さんからです。ありがとうございます。今日来た悲しかった出来事は、土砂降りの雨に濡れながら家に帰る羽目になったことです。お、今日は末澤くんの誕生日ということもあり、前々から気になっていた鈴あかねという品種のイチゴを使ったタルトを買いに出かけていました。うん、無事にお目当てのタルトも購入でき、意気揚々と帰路に着いたのですが、だんだんと怪しくなっていく雲行き、うん、そして自宅の最寄り駅に着く頃には滝のような雨が降っていました。うん、私はタルトをなんとか死守しながら家までの道をびしょ濡れになりながら帰りました。タルトは無事形も崩れることなく美味しくいただきましたが、うん、これからは折りたたみ傘を必ずカバンに入れておこうと心に誓いました。 A の皆さんは傘を忘れて雨に濡れた経験はありますか。うん、全然ある。昨日びっしょびしょになりました。昨日雨降ったんすよ。あ、そう。雨降ってなくて、そう、昨日ワンピース見に行ったんですよ俺。あ、レッド。レッド。うん。ワンピース見たことないくせに。あ、ほんまや。そう。話分かった？分かんないです。いや分かるじゃない。それ映画だけで分かるから。うん、その映画は楽しめたけど、うん、なんか多分この二人揃って、それこそシャンクスとか、はい、シャンクスが戦ってることの熱さ分からんし俺シャンクスが誰なんかもそんなよう分からんし。ちょもろいよ。チョッパーってこんな声なんやとかおもろ。あの骨のやつこんな戦い方すんの、よう見に行ったな。杖剣やったんやとか。杖剣やったんやなアドさん歌うまとか思いながら。ああ、なるほどね。見てたんですけど、そう、あのドラマで、そう、あなたの息子がここに共演させてもらった津田健次郎さんが、はい、ゴードン、うん、声優さんやられてて、うんうん、あ、それで、それでそう興味持って、あ、はいはいはい、見に行こうってハマりますね。漫画見たくなりましたもん。見ろって、マジでワンピースほんまに見た方がいい。みんなめっちゃ好きっすやん。いやいやいや、マジあんなになんかこうもう、あ、胸が熱くなる漫画はそうないよ。いやいやいや、でも百三巻しよう。え、103巻なんでしょ今、うん、噂によると、うん、いや俺も途中から止まってんの。なんなん、説得力ないわ。ちゃうねん、俺ちょっとそうやね、今途中一旦止まってもうてんねんけど。何巻ぐらい止まってるんすか。いや、なんか俺でもそこそこいってるよ。ああ70ぐらい、80ぐらい。あ、いってるいってるいってる、それぐらいいってる。そう、ちょっと止まっちゃってるから、ちょっともう終わってからかどっかのタイミングでちょっと。え、完結するんですかもう。いや多分またあと2年ぐらいはあると思うねんけど。あ、ちょっとどっかのタイミングで始めようと俺も思ってんねんけどな。見ようかな。え、本で読んでんすか。俺は単行本。貸しません。あ、絵で。うわ、取りに来てな、その借り家まで行く、全然行く普通に、うん、
全然いいで。遠いやんけと思ったけど全然遠くなかった。全然遠くなかった。行きますわ。はい。全然。そうそうそう、ね。ワンピース見に行った時に、うん、あ、そうそう。自転車で映画館行こうと思って、うん、雨降ってなかったから、うん、自転車乗って傘も持たず出たら、ドーって言ってほんま台風ぐらいの大雨になって、うん、びっしょびしょで映画見ました、ワンピース。映画見る前にびしょびしょになったってこと？最悪やん。最悪ほんまに。映画終わってもまだ濡れてましたもん。びしょびしょのやつが映画入ってきたみたいになったんや。そうです、はい。びしょびしょなやつがワンピース楽しんでました。いや、めっちゃ面白かった。でも今までそれメンバーに勧められてもあれやけど、生で見ちゃったらちょっとそれは釘付けになりますね。いや、だから読もうかなってなりました。行ってほしい漫画に。マジで行くか、うん、頼むわ。アニメじゃないんですか、漫画の方が入りやすい。いや、俺は漫画、やっぱ両方好きけど漫画が好きやな。でも小島はあんま読んでほしくなさそうやったやん、さらに。でも全部読んでますから、小島くんに対しては。漫画全部読んでるってスタンスで言ってる。あ、だからスタンス言ってるから、はい、ほんまに知ってもらうとさ、その小島とのラリーの面白さがなくなっちゃうやろ。それはね、それはそうなんです。今のラリーが面白いってとこあるやん。その佐野が知らんのに知った体で全部話すみたいな。そう、だから小島くんが俺にこの必殺技知ってるかって言って、うん、知らんのに俺が無理やりやってこれしか知ってる人よってやったやつとかの見てきましたから、ちゃんと正解を。こんなんやったやってなったら、その謎解きもありつつ楽しかった。いや、ちょっとほんまに貸してください。ほんまに見たい。いやいや、全然貸す貸す貸す。それは取りに行きますわ。ついでに二十歳のソウルも返しますわ。読んだん、うん、ありがとうございます。読んでくださってありがとうございます。はい、じゃあ続きまして、鹿児島県の、はい、あなたが読むんですか？え？あなたも読みましたよね。僕2回連続ですか、これ。はい、僕読みますよ、だから。僕読みます。お前、はい、読みたいんか。広島県ピナコさんからです。ありがとうございます。私のハッピートゥデイは、新しいソファーが家に届くです。お、今までのソファーがどんどん下手ってきて、座面が低くなって膝が痛いくらいでした。うん、なので床に座っていると、次第に寝転がり、起きるのが、億劫で、何もしなくなるという悪循環を辿っていました。思い切ってソファーを注文して今日の帰宅後に届きます。いいね。ちょっと組み立てないといけないので、ヤンタの時間にはまだソファーに座れないかもしれませんが、これでちょっとはキビキビした生活が送れるんじゃないかとワクワクです。おしゃれな一人掛けソファーにしました。すごく楽しみです。 A さんは最近買ったお気に入りのものはありますかと。届きましたよ。ん、俺も届きましたよ。何が？椅子。椅子届きましたよ。 YouTube の YouTube のさ、椅子買ったやん、はい、あれって撮ってなかった？撮ってなかった？映像どうですか？え、流れてた？え、流れてない？俺も途中までしか見てないですよ。え、どうなんやろ。いや、多分流れてない。椅子買うってのに、うん、マジで？ちょっと待って、ほんまに？いや、流れて、確か、あれ流れてたっけ？あれ買いますってなってました。最後小島くんがその回って、あ、びっくりした、びっくりした。ほんまに買った、あ、え、ほんまに買ったんかどうかは多分分からん感じで終わってんじゃない？あ、そっか。そっかそっかそっか。そう、買えみたいな感じになってたけど、実際買ったもんな。そう。全然別にその、ま、ほんまに買うともなってなかったじゃないですか。ああ、そうだね。あの、YouTube の動画の最後も。けど、はい、買ったーってカメラ止まったら、YouTube のあの、鬼のプロデューサーさんが近寄ってきて、はいはい、住所教えてもらっていいですか？今財布持ってます。言われとったな。ちゃんと始まったかな。ちゃんと始まったな。で、ちゃんと住所行って、送ってもらって。それが届いたの？届きました。はい。あら。届きました。3日、5日前ぐらいか。どこ置いてんの？自分の部屋置いてます。あ、そうなん？はい。使ってんの？あのね、ギター弾くときめっちゃいいですよ。まあ、弾かんけど、うん。そんな弾かんけど。うん、たまに弾いたりするときに。ギター弾くときにはなんか、そう、座ったときと立ったときでギター弾き心地ちゃうじゃないですか。うん、立ってるみたいに座れるから。あー、高いもんな、ちょっとな。うん、くっそでかい！高いし、高いし、でかいし、楽器屋で見たらまだあれやけど、家で見たらほんま、ぐっそでかい。いや、まあいいやん、あれかっこいい、あれでみんな欲しい、いいやんってなったやん。もう、いいや。普通にみんな、ね、え、めっちゃかっこいいやんってなった。その時はなんかちょっとヴィンテージっぽい感じで。うん、いや、あれは。めっちゃ邪魔、ほんま。おしゃれ。全然いらん。椅子3つあるんですよ、俺の部屋今だから。ドラムの椅子と、ドラムセット置いてるから、ドラムの椅子と。椅子なぁ。作曲とかする時のピアノの前に置いてる。デスクチェアとクソでかいギターの椅子と。いや、椅子だ。俺も椅子あるで、でも家に。あ、なんかトアからもらってませんでした？ああ、あるあるある。それもあるし、丸椅子、はいはい、みたいな、その上下のちょっとこう木のおしゃれな椅子やねんけど、置く場所がなくて階段の途中に置いてるんですよ。どういうこと？怖っ。どういうこと？
そんな階段横に広いんですか。ちょ階段のさ、このなんていうの、この回るところのさ、階段螺旋線から普通の家回らんから、この広いスペースとかに、広いスペースないからない踊り場みたいな、ないから踊り場じゃないんやけど、どう説明したらいいん、どういうこと、ちょっと普通のこの長方形の階段よりも広い階段のないゾーンがあるやん。あります、ないよね、ないですよね。あるやんね、なんか、あ、そう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 、あ、螺旋階段がそういうことか、こうなってるのか、そう三角形になってるのか、三角形みたいなとこね、その角に椅子が置かれてる、階段の途中に邪魔やし、だからなんかオブジェみたいな感じで椅子置かれてる、邪魔やし、ないし置く場所がなくて、そこになってる、椅子どうでもいいわ、螺旋階段の椅子置ける広さのある階段じゃん、ね、ちょそんな大切、大げさに言って、わぁ何よ、始まってる、あれドラマですか、ドラマ始まりましたよ、始まりました、見ましょうよ、みんなで見ひんって、集中してよ、ラジオに、今3ヶ月前の俺を見よう、いや、あ、あれ、いや違う、あれ違うよ、あれ違う、見ましょうよ、せっかくなんやから、いいよ、つけんくてほんまにいけんの、いいって、うそやん、なんでラジオ中にドラマ見るん、どういう音もんになってんの、それ大丈夫なんや、なんでもんになってんの、逆準備してくれて、よく分からへんし、それも3話出てたっけな、え3話どんな感じだったっけ、ちょっと俺これさ、めっちゃ取れてきてる、今俺4つと取れて、ここに世界一の幸せ者が、あ、来た、じゃあ見ましょう、見ながら、これめっちゃいいな、この画面、4画面とかできるんや、4パラみたいになってるやん4つのいろんなやつ同時に見れるやん、タイトル出た、タイトル出たぞ、あ、右上か、俺右下かと思ってた右上、今料理作ってるやつ、これですよ、皆さん見ながらやりましょうよ、見ながらね、ラジオも聞きながらね、もちろん、いや、それはそうですよ、ラジオちゃんと聞いてくださいね、皆さん見てもいいですけど、ちゃんと耳はラジオ聞いてください、今両方聞いてください、耳は、はいはい、メバドラマで、ありがとうございます、お願いしますね、このお便りも言いますか、いきますか、もう一つ、はい、いきますか、鹿児島県のマグロのせご飯改めお寿司さんからです、はい、 A のお二人こんばんは、こんばんは、私の今日あって嬉しかったことは大阪遠征行く準備をしていることです、お、明日関西ジャニーズジュニアのスペースジャーニー僕たちの奇跡を松竹座に見に行くので、とても久しぶりに大阪に行きます、ありがとうございます、うん、日中は大好きなジャニーズ WEST さんや関西ジュニアの聖地を訪れ、感激の後は美味しいと噂の人気の居酒屋さんを予約しています、うん、友達と一緒に大阪観光の予定を立てたり、持ち物を確認したり、ホテルではのろしの鑑賞会をしようねと話したりと遠足の準備をしているようで、うん、もうドキドキする気持ちが止まらず今最高に高まっています、A のお二人は必ず旅行に行くときにはこれを持っていく、これを持っていくと便利という持ち物はありますか、参考にしたいので教えてください、旅行か、いや旅行全く行ってないからな、ライブの遠征で考えてた、今旅行か、なあ東京になんかお仕事で行ってとかはあるけど、旅行は行ってないな、なんかそういう東京に行って泊まる時とかさ、はい、あったりする時は俺絶対部屋着と、うん、部屋で履くサンダル持って行ってる、サンダル？スリッパ置いてくれてるじゃないですか、スリッパ、俺あんまり嫌やの、絶対いいよ自分のやつ持って行ってる、あれですか、楽屋で使ってるやつ、ああ別のやつ、あもうちょい部屋着っぽい感じ、ね、見たことないやつ、あ見たことないんだ、急にめっちゃ距離置くやん俺が見たことないやつ、俺が見たことないやつと部屋着は絶対持っていかない、 俺両方ないっすわ、パジャマも部屋着も持っていかないっす、えほならホテルのやつ着る、あの何、起きたらもう裸みたいな、えだってさ、例えばホテル着くやん、はい、寝るまでに時間ちょっとあるやんか、その間はしゅ、はい、その着てる私服でおるのずっと、うんですね、しんどない、私服しんどいんすか、いや私服ってしんどいんすか、もっとこうラフな格好に着替えたくならへん、えこれ、えこれはラフじゃないですか、部屋着で、いやでもし、なんていうの、着替えたくならん、ならん、あそう、スウェットとか例えば着替えたくならん、ならん
全然ならん。あ、そうなんや。でもだからずっと私服でいて風呂入ってで寝る前に風呂入って着替えるとか、あれになんていうの、この紐結ぶやつあるね、着替えて寝ますって感じじゃない、うん、へー、俺だから基本キーヒンのあるやつあんまり。荷物多いっすやん。でも知れてるやん。でもなんか落ち着くねんな、自分の普段の部屋着着ると。あ、だから俺普段も部屋着ないっすわ。え、家でもってこと？私服っす。え、寝るときは？寝るときはパジャマやけど。あ、パジャマに着替えるまでずっと私服取るってことですね。考えられへん。え、着替えるのが普通なんか、どっちなんやろ。着替えるんか。いや、部屋着っていう文化がないっすわ。マジか。外出る服とパジャマしかない。一個無駄じゃないそれ。まあその部屋着じゃないわ、私服で外出た服でベッドとか入るならなんか嫌やけど、ベッド入る前に風呂入って着替えれば部屋着いらないですよ。ちょっとだからしんどいもん、ずっとその格好で。ああ、もう合わんわ、しんどいがしんどいがわからなすぎる。例えばデニムとか入ってたらずっとデニムで乗るんって結構しんどかったりするから。ああ、まあまあそれはね。そう、手だったらもう裸すわ、パンイチでいる。裸？部屋着ないっすよ、パンイチでいる。マジで、うん、ちょっと考えられへんわ。あれ、ちょっと考えられないですね。私服しんどいんやっていうのは。あ、そうか、考えられないです。なるほどね。スペースジャーニー見に行ってくれるらしいですよ。あ、スペースジャーニーね、僕ら見に行きましたから。マグロの背ご飯、え、後半も行ってんしたっけ。じゃあ両方見に行った。うえ、見に行きました。よかったですね、面白かった。頑張ってたね。ボブさんがね、ちょっと応援してくれてるんですよね。グレショーでお世話になったスーパーアベンジャー、挨拶してもらった久しぶりに。会えたんや。会えた、喋った、いろいろ稽古場で会えたけど。そうそう、すごい。でもいろいろチェックしてくれてるってさ、そのボブさんがすごいね、ありがたいね。大きい手紙みたいなの用意してね、涙しされてたから嬉しいね。またいいね、ボブさんとご一緒したい。ありがとうございます。応援してあげてください。スペースジャーニーも松竹9月4日まで頑張ってるので。そうですね、はい、皆さんぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、このコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話を来週水曜日当日にまたメールでお寄せください。以上、ハッピートゥデイのコーナーでした。いつもヤンタンレイディアン、その距離が広がりつつある今だから、心の距離は近くにいたい。人を思う、強く、深く、そこから生まれる行いが人を元気にする。一緒にやろう、マイオ切開インナートリップの霊友会。イカ天体操第一、よーい、腕を大きく上に上げて背伸びの運動。上げて上げて上げて、もっと上げて、うわ、やりやりナタネ油 100% で揚げました。絶妙の揚げ加減、イカ天大王。美味しかったの笑顔が好き、マルエス。大阪、京都、兵庫、和歌山の J-COM サービスエリアで MBS ラジオがテレビで聴ける。12チャンネルの J-COM テレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけ。クリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。どうも、エムラジ1周年 PR 大使スターダストレビュー根本かなめです。僕たちスターダストレビューも40周年、音楽もトークもラジオでもっともっと盛り上がりましょう。知らんかった大発見のコーナー。はい、このコーナーはまだまだ知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしい、いろんなことをリスナーさんから教えてもらうコーナーです。それが大発見なのか、中発見なのか、小発見なのか、僕たちが判定します。はい、メンバー2人ともが大発見の札を出したら番組ステッカーを1枚プレゼントいたします。はい、さあそれでは早速参りましょう。うん、東京都中野区綾乃ちゃんからいただいた発見。はい、わさびを食べているとき口から呼吸をすれば辛さを感じない。わさびカモン、嫌やで、嫌やで。誕生日にやることじゃない。お、来た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 、思ってたんと違う、思ってたんと違う思ってたんと違う、わさびが来た。え、なんて、わさびを食べているときに口から口だけで呼吸すれば
から俺の方にモテる人がされた。嘘や。嘘や、俺も辛さを感じない。感じるよ。いやいや、綾乃ちゃん。感じるて。綾乃ちゃんが言ってるから。ちゃうちゃう、これはエグいって。綾乃ちゃん曰く、この前わさびを大量に食べてしまい、水もなくて死にそうになった時に、鼻をつままなくても口から呼吸をすれば、周りから変な目で見られず、辛さを感じずに済みました。ぜひ楽しみ、ぜひ試してみてください。あかんです。これやばない?ちょっと待って、エグないこれ。えぐないこれ。スタッフさん、せいやくんのために2枚も用意してくれたってことですか?ちゃちゃちゃ、お前食えって。あ、カンペで。なになになに?全部言ったらやばい。やばいってなってるやん、だから辛いんや。いやいや、誕生日ですよ、でも。ボーカリスト。ちゃちゃ、全部はやばいって。誕生日ですよ。全部はやばいって。誕生日やで。ちゃちゃ、お前食べろよ。食べるよ、もちろん。はい。ちゃんと食べてよ。もう二人で行こうや。じゃあな、こっちの方が多い。いや、ちょっと待って、これ、ちゃんと中身、取って、映してくれ、乗せてくれるこれ。これ。ちゃんと。取って、ちゃんと取って。この量。よし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 。これ、ちゃんと皆さんに。ちょ、半分にせん。一個やばいって、これ。ちゃ、もう、いらん。俺半分で。ちゃ、もうお前ほんまに。誕生日。なんで俺誕生日に。誕生日なんやからさ。そりゃ。分かった、行くよ、じゃあ全部。行きましょう。一緒に食べましょう。はあ、めっちゃ嫌かもしれん。久しぶりになんかこういうのやる。鼻つままなくても、口から呼吸する。鼻つままなくても鼻つままなくて意味です。鼻つまむはなんか聞いたことあるけど、うん、鼻つままなくて意味です、綾乃ちゃんは。綾、は、乃、い、ちゃんが言ってないから死にましょう。はい。綾乃ちゃん、ありがとう。大量に入ってるからね、わさび。いきますか。クッキーみたいなね、サンドされて。はい。いきますか。口だけで呼吸すればいいってことね。はい、もう周りから変な目で見られずに済みます。辛さも感じずに済みます。あやなちゃん曰く。じゃあ、せいくん、28歳誕生日。おめでとうございます。乾杯!乾杯!いただきます。うん。うん。アホ、スタッフさんアホ、スタッフさんがアホやん。ちょっと待って。ちゃうやん、ちゃうやん。ちゃうやん。お、あかあかあか。これやばいよ。お、え。おいおい。かあ。じゃあね、あのクッキーが飛ぶから口で呼吸できへんのよ。おい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 ねおいね。クッキーが飛ぶからわさびだけやったら試してるけど、まあ、どこか誰かな。みんな試してみんかって口で呼吸したらクッキー飛ぶねんって。水もく水もくあーすごい。ちょっと待って、これ飲め込まれへんって。あー飲め込んだ。今半分ぐらい飲み込ましょう。え?マジで?あやのちゃんが言ってないから。あ!これはやばい!ああ、あやの!あ、でも、マシにはなりますね、全然。オッケー!切ったよ。飲み切ったよ、俺は。食べ切った。かーわかーわ。ちゃうねん、試せへんねん。うん、ふんふん、アホなんて言ってる、うん、アホなんて。うん、ふんふん、マジ何考えてんの俺、28歳の誕生日やねん。28歳の誕生日に表すことで、28やぞ、お前何歳やねんって。うん、28歳になってんぞ、うんうん、お前何歳やねん、うん。風船落ちたぞ、風船落ちたぞって言ってる。風船2個落ちたぞって。じゃあ、ほんま。あかんわ。お、男塾思い出した、なんか。うん、あの、地獄の楽しい番組。あかん。クッキー挟まるから残んねんって、わさびが。あ、マジかも。な、あいのちゃんに言われた。口から呼吸。え、まだ続いてます？
そうなんや。でもしかも今これで、くちょくちょでしてたら。周りから変な目で見られてますけどね。周りからは変な目で見られますけどね、全然。そんな口呼吸してたら。あ、でも口呼吸したら、ましかも、俺ちょっとケーキ食べます、今。あ、うまい。あ、ケーキーもう一個な。買うわ、これマジで。食べました誰か。なんでさ、リャンタンってさ、いつも誰も食べへんの？めっちゃ不思議やねんけど。一回試さへん。一回試しますよね、普通ね。これが、どんな感じなんかとかさ。まあ、生放送やしね。やのに、うん、なかなかの分量入ってたよね、わさび。すごいわ。辛っ！うわ、今ケーキ食べたい。ちょっと判定しますか？しますか？あやのちゃんの、わさびの対処法、判定は、せーの！中発見！あ、ケーキ落とした、ケーキ落とした。いや、はい。小発見じゃなかったっすね、なんか。まあなんかその、ちょっとわかる気もせんこともない感じやったから。でも、何？そんな余裕がなかった。口呼吸する余裕がないです、ほんまに。まずもうシンプルに口の中にいっぱいクッキー入りすぎて、口呼吸したらクッキーバリ飛ぶと思わへんかった。うん、そうそうそう、それ。わさびだけで、多分マシやったかもね。そうね、確かにね。あやなちゃんこんなわさび食べてへんしたと。かわーでも、中発見です、あやなちゃん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして。ラジオネーム、小島のアニョさんからいただいた発見です。はい。何これ？全力で全部息を吐き切った後に大声で、あは出せない。めっちゃおもろそうやん。何それ？試してみたところ本当に出せなかったので、ぜひ、ぜひやってみてください。アニョさんから。息を全部出し切った後に大声であは言われへんの？あは出せない。じゃあ当たり前じゃないの？まあ、だってシンプルに息全部出し切ってるから大声を出すことがまず難しくない？でしょ？あーじゃなかったとしても、でもなんと言おうと、プライドのボーカリストですからあの曲歌い切ってますからね。ないでしょ、別に。よ、別にアリーナで俺全部あれでも俺息全部出し切ってから大声で歌ってるわけ違うからこれじゃあやってみますか。全部息吐き切った後に大声で、あ、アニョさんへんとじゃって違うでしょ、肺活量が。いや、プロですから肺活量関係ない、全部出し切るから。肺活量関係ない、全員みんなと同じ条件でやるわけやから。残すのなしですよ。いくよ、はい、全部出し切りたいの、まず出し切りない、はい、いくよ。吐いて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 、まだ残ってるよ。続くな、ここ尺いらんな別に、ここの長さいらんな別に。はい、5秒止めましょう。息、5、4、3、2、1、あっ出たやん、大声やん今のは絶対。なんで原理が分からへん、息ないでしょ。いや分からへん、ちょっと分からへん、それやってみてえ、俺分からへん、なんでやろ。出し切って、だって空気ないのに、なんでどっから何で何を材料に出たんですか。分からへん、材料ないやん。分からへん、でも吸ってないよ。吸ってなかったですね、うん、自然発生してたやん、あーが。ちょっとやってみて、その、はい、全部出し切ってよ、お体から空気という空気を全部。オッケー、出し切った。はい、じゃあ5秒待ってね。5、4、3、2、1、どうぞ。あー出るやん出るやん出るやん。だから何がどうなん、何どういうこと、どういうこと、理屈が分からへんくなってきた。どういうことなんこれは。空気はなかったっすよ。え、絶対これスタッフさんやってみたんですか。え、無理でした。どういう、なんで無理なの逆に。何が出てた今、俺だから分からへんねんけど、何を材料に何が出てた。なんであれなんやろ、声って言っていいんかな今のは。こういうでしょ、体の空気使ってないですよ、うん、あ、
ジオは緊急地震速報を運用しています。緊急地震速報は通常の放送を中断してお知らせするため、リスナーの方に強い衝撃を与えることになります。特に高速道路などを走行中のドライバーがこれに驚いて急ブレーキをかけたり、トンネルや橋で急加速したりすることにより接触事故などの二次災害が起きる危険性があります。これを避けるため、後ろを確認しながらハザードランプをつけ、ゆっくりスピードを落として左側に止められる状況にあるときは止めるという心得を理解し実践することが必要です。緊急地震速報を正しく理解して被害を少しでも減らしましょう。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。MBS 茶屋町ゴルフクラブ、藤本よしのりネバーギブアップ。関西の元気印藤本よしのりプロが様々なゲストと交流、自身のゴルフの活力にします。放送は毎週日曜日朝6時45分から。ネバーギブアップ。目指せ全国制覇、A グループ47全国ツアーへの道、茨城県編。はい、たくさんの情報をいただいております。はい、はい、早速ご紹介していきましょう。はい、まずはみそさんから。はい、茨城県には絶景が楽しめる竜神大吊り橋という吊り橋があります。うん、ここでは何といっても A グループの皆さん御用達、バンジージャンプを体験することができます。なるほど。高さはなんと 100m。ぜひ茨城に来た際はバンジージャンプ飛んでみてください。綺麗な景色、紅葉がすごい綺麗やけど、もうバンジーはもう嫌やな。最高どれぐらいでしたっけ、70とかか。へー、どうやったっけな、70とかやったっけ。ですよね、100は行ってないですよね。100は行ってない気すんな。それでも相当怖かったけど、もうバンジーはあんまり無理やったバンジーはちょっともうきついな。嫌です、行きません。でも景色は綺麗やね。いいね、景色見に行きます。はい、すごい、夜も綺麗。続いて、はい、チェさん。チェさんですね。チェさん、はい、チェさん、小中、茨城では小中学校の運動会では屋台がずらっと出店されます。お弁当を秒で食べて、友達と小銭を握りしめて、かき氷やらフリフリポテトやらを買いに行きます。めっちゃいいやん。え、こんなんあんの。めっちゃいいやん、これいいな。食べ物もやけど、なんかでっかい風船とか、完全お祭りやん。もう楽しい。いやいいけど、なんかいいやな、あのお母さんのお弁当食べてみたいな、あっかもお弁当うまそうやなみたいな、あの時間ないってことですか。まあ、いや、まあまあそうね、まあ秒でバッて食べて、こっちを、そっちメインじゃないですもんね。そうね。いやでも楽しそうやな、テンション上がるよね。でもね、子供たちの夏祭り、小中学校がいいよね。グラウンドでかくないと無理ですね。まあ、こんな屋台やったらもう走れるもの。楽しそう、見たら面白。ありがとうございます。続いて、はい、ルカタさんからです。はい、はい、茨城県の坂、何坂通し、坂通し、坂通しか、ごめんなさい、坂通しには平の正門にちなんで、まさかドーナツというお店があります。ぜひ YouTube のロケで。お、まさかドーナ ツ、何これ、普通のドーナツと違うんか。美味しそう。でもじゃあまさかドに一人で行ってもらおうかな、このロケ。茨城まで行かします。ギター持たせて、ギターなんて、ギターと二人ロケさせましょう、まさかドに。いや、まさかドーナツの一人ロケで、じゃあギター持って茨城のこのまさかドーナツ行ってもらうっていう、バンドの新名物まさかドーナツ提案しましょう。これじゃあ行かせましょう、一人で行かせましょう、一人でみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、続いてゆりかさんからです。はい、つくばの老舗洋食店のウエストハウスのパフェがすごすぎるので見てください。うん、いろんな種類のパフェがあり、重さも高さも変わってきます。6人で食べるのもよし、1人ずつ食べるのもよしですよと。すげー、でっか。1人じゃ大丈夫です。僕は食べきれる自信がないです。これはすごいね。すっごい高せ、うまそう。だってポッキーがこのサイズでしょ。そうやな、あのポッキーでしょ、多分これ。すごい、ポッキー
3本4本分ぐらいありますもんね。うん、まあそう、でもね、いちごソースかかっていいね、食べたい茨城グルメ、おいしいもん。そう、さあ続きまして、まさみずさんからです。はい、茨城県のお友達に聞いたところ、さしろさん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 だそうです。うん、さだこのモデルになった色があってガチで出るらしいですよ。これバリ怖ない、この色、今写真の色、これめっちゃ怖いな。これ夜じゃないですよね、この写真、昼間の、昼間やろ、まだやのに、なんかこれちょっと雰囲気あるな、だいぶ。すげえ、何この形の屋根、いらんやん。これ片方にだけ柱ついてて、 YouTube で行こうか。いや好きそうやな YouTube。 いや俺怖いんやけどな、こういうの嫌いやねんけど。ガチで出ますね。6人やったら大丈夫そう。確かに確かに楽しかったですもんね。6人で行けば、そう、なんだかんだ楽しかったから6人で行けば大丈夫そうな気がするな。行きましょう、面白そう。貞子ごっことかして、まさかのほんまに嫌がりそう。じゃあ色の中入れましょう。ギター持って、ギター持ってギターの音聞こえる。めっちゃ怖いやん、色から松竹の逆版みたい、松竹ソロコン下からまさかの話。めっちゃ怖いよ、翼生やし。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ続いてポンさんからです。ありがとうございます。日本名、日本三名瀑の一つである袋田の滝も有名ですごい迫力ですよ。近くに滝行体験もできる月侍、何それ、月侍の、月侍の滝もあるので、YouTube の企画でもいかがでしょうか。YouTube のスポットめっちゃ教えてくれます、ね、みんなな。これすごいな、滝行か。滝行もさかのくんしたら言ってましたよね。言ってたな、言ってたわ。言ってましたよ。確かに。ちゃんと言ってましたよ。だからまさかどに行ってもらおう。ギター持たせて。だからまさかドーナツ行って、この移動行ってもらって、で滝行のここでギター持ちながら、ソロ行きながら滝を見てもらって。見た、その YouTube。いいんじゃないですか、それ。30分あっても見れるな、その YouTube。おもろいな。ありがとうございます。ありがとうございます。滝行いいね、綺麗滝。続きまして、みさきさんからです。茨城県のひたちなか市に、干し芋神社があります。干し芋をイメージした黄金色の鳥居がめちゃめちゃ綺麗です。干し芋の、干し芋と干し芋かけて、干し芋のが全て手に入るというご利益があります。干し芋神社、真っキンキンっすね。うまいな、めっちゃご利益ありそう。写真でも眩しいぐらい。え、茨城は干し芋生産量日本一やって。そうなんや。そうね、干し芋好き。俺もめっちゃ好きやねん。ほんまに？うん、見たことない。俺芋系好きやねんな。え？スイートポテトとかもそうやし。ああ、芋系、さつまいもとかも好きやで。そうなんや。そうそうそう、干し芋好き。コンビニで売ってる干し芋も大好き。うまいよな。行きたい、ここ。こういうとこもいいな、縁起物ね。確かに、まさかどく似合いそうやし。確かにね、まさかども良さそうよね。和っぽいの好きっすね。確かに確かに、似合うし、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。小麦さんからです、ね、ありがとうございます。茨城県は海と面しているので、海と陸の食材が揃う食材の宝庫。例えば海ではあんこう鍋、陸では何え日立牛。今日ね、感じ弱すぎる。何感じ弱すぎる。ここ振ってくれへんかったんやろ。他めっちゃ丁寧に振ってくれてたら。老舗とか振ってくれてた。老舗とか振ってくれてた。どちらも美味しいので、ぜひ食べてみてくださいと。ごめんなさい、感じ弱くて。あんこう鍋と日高牛。日高牛。うまそう。めっちゃうまそう。あんこう鍋食べたことない。日本酒に合うって書いてるよ。うわぁ、まさかだない。まさかだよな。まさかだくんやん。俺ら酒飲まへんしな。そうですね。俺酒飲むけどな。飲むんや。浅野さん飲むんやね。飲むないっすね、全く。いや、ご飯うまそうやな、マジで。酒なんていらんからもう。食べたい、この牛。いいね。やっぱこういうのいいよな。腹へんねん、いつもこの時間に。わかる、毎回そうやねん。家帰ってからなんか食わなあかんくなんねん。そうしたら。さすがまして、おつぶさんから、ありがとうございます。茨城県には日本一長い滑り台、ワクワクスライダーがあるそうです。なんと全長1188メートル。誰が一番早く滑れるか、 YouTube の企画で行われるのも、行かれるのも楽しそうですね。YouTube の企画に、みんな YouTube の企画にめっちゃ言ってくれるよ。
1188ってめっちゃ長ない？どれぐらい時間かかんねやろこれ。だって1キロあんねんで滑り台。そっかそっか、すごいっすね。5分ぐらい1キロ。どれぐらいかかんねん。分からん、どれぐらいなんやろな。ワクワクスライダー楽しそう。これおもろそうやな。面白滑り台選手権しましょう。なあ6人それみんななんか下で待っといてどんな風に滑ってくるかみたいな。でまさかとはギター担いで鳴らしながらゆいいいやな、面白いやんな。爆笑しますけどね、ギターギュイギュイ鳴らしながら1188m 先でうっすら聞こえてんのがだんだん近づいてきて、そうそうそういいや、面白いよな、やってほしいな。これ行きたいな、ワクワクスライダー楽しそう。楽しそうやね、テンション上がるわ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてティスちゃん。ティスちゃんからです。ありがとうございます。つくば市にあるガマランドがおすすめです。ガマランド。動かない壊れている遊具ばかりですが、昭和の雰囲気を楽しめる遊園地ですと。ガマ、カエルか。あ、そういうことや。ガマランド。あ、動かへんねや、ほぼほぼ。あ、そうなんや。昭和の。でもレトロ感あるな。めちゃめちゃ。なんか最近は見たことない感じの。そうね。めっちゃ雰囲気ある。おしゃれ。いいよな、こういうとこも。今入ってますもんね、レトロな感じが。うん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 、楽しそう。行ってもらえますか、じゃあ。まさかさ楽しそうですね。うん、メリーゴーランド、これ何メリーゴーランドじゃない、写真。でも多分もう動いてないよねこれね。あ、そういうことか、うん、写真撮るだけでも可愛いですね。そうね。ティスちゃんありがとうございます。ありがとうございます。さあ続きましてチコさんですね。それか、茨城県にはアクアワールド大戦、アクアワールド大洗大戦という全国でもトップクラスの大型水族館があり、飼育するサメの種類数は日本一です。お時間があればぜひ行ってみてください。俺めっちゃ行ってみたんやけど。ここ楽しそう。俺サメめっちゃ好きなんよ。俺一番好きやねサメが。魚で、魚の中で、めっちゃかっこよない。いや、かっこいいっすね。サメだからそれで海怖いんやけど。ああ、好きすぎる、好きすぎるがゆえにいろんな動画を見てしまって。なんかそういうの好き。俺サメの映画とかもめっちゃ見てんの。うん、上手とか。いや、もうそんなレベルの話じゃないんやけど。上手しか知らんな、もっとこうマイナーなやつとかも。へえ、おもろ。見てんねんけど。見すぎて怖いんすか。見すぎて怖い。泳げへんし。え、泳げへんし。泳げへんし。そうやねん。いや、ここ行ってみたいわ。クラゲも綺麗。でっか。水族館でっかいっすね。楽しそう。アクアワールド。いいね。行きましょう。ちょっと茨城めっちゃいいとこ多いやん。今 YouTube で全部回りましょうこれ。47都道府県茨城、あの YouTube で行けたらいいな。確かに。おもろ。いや、それやったら全部47ツアーしよう。47ツアーで行く。47ツアーするときになんか YouTube ついてもらって。あ、ついてもらってな。これで教えてもらったところに。確かに。めっちゃええやんそれ、やりたいわ。滑り台乗りたいし、滑りたいし、井戸も行きたいな。いいね、楽しい。いや確かに。いや皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。楽しみかった。はい、ということで以上47全国ツアーへの道第20回目は茨城県でした。20回なんやもん。はい、来週も47全国ツアーをお楽しみに。さあ始まりました、ヤングターン水曜日。関西ジャニーズジュニア A グループの末澤誠也です。本番前前室でずっと絵を描いていたり、過去画力は幼稚園ハロウィンの時は骸骨の備品をグネグネ動かしたり、過去グネグネ動くものではない。クリスマスの時は勝手にアクリル板に貼ってあるゲルシートを剥がして飛ばしてやりたい放題なので、自由奔放な5歳児のようでした。めちゃめちゃ良かったね。俺も今これ耳で聞いててすごかったわ。耳で聞いてて当たり前のこと。なんでほな君あんな足に投げたの。足の方なの。君の話して足の方なんや。長いって初めに出てくる。首ちゃう。いや、これかっこいいですね。揺れてる。ほんまっすか。うん、おー、キモ。お、キモ。言って、俺ちょ今背中汗すっごいの。え、なんで汗かくんや、せいやくん。なんですか。ちょ、わかんない、緊張しようかもしれん。何、何見てんの。いや、加湿度どうなってんのかな。加湿度どうなってんの。お手入れ光ってるよ。うるさいな。3、2、1。うわー、ちょっとちょっと、ちょっと待ってください。友チョコやろ。多かったから。友チョコが多かったから。まあまあまあ、俺友チョコあんまなかった。
あ、でも俺あの1個見てはなかったっすよ。だから俺紙袋2つ分ぐらい、もうええってそれ。あ、でも普通の人がやったらどうなる。でも僕あの星座性なんで、かっけえ、俺星座性なんで俺が嫌われてるわけないやん。なんでそんな自信あるの急に。どうしたん。お腹痛い。お腹痛い。お腹痛いんかい。わかるわ、睡魔に勝てへん時。今もう今。いやもう変わらんって、オリックスめっちゃ言うて近い。チャリで来いよ。まあまあまあ、でもね、なんだかんだ星座が好きですから。なんだか大好きですから。うん、愛がある上でって、全然やから。そうそう、あいつ。いや、楽しかったわ、3ヶ月ぶりのやんた。こっから頑張って出続けようね。はい、ということで面白かったね、なんかいろいろ喋ってましたけども、嬉しいですね、こんなって。さて、そういうことでですね、今夜もリスナーさんからたくさんのメッセージが届いておりますということで、ちょっとご紹介していきましょうか。はい、行きますね。はい、愛知県の笹さんからです。ありがとうございます。せやくん、まさやちゃん、スタッフの皆さん、こんばんはさ。こんばんはさ。えい、えいのやんたんの公式ツイッターのフォロワーが8万人越してました。おおめでとうございます。8万人もいんのや、すごいな、すごいな、ほんますごいな。せいやくんの誕生日におめでたいことが重なってとっても嬉しいです。 A グループも A やんたんもどんどん大きくなっていきましょう。目指せ10万人ですね。目指せ10万人やね、今年中に。あー、ね、そっか、今年中にね、あと3ヶ月。どれぐらいのペースで伸びてんだよね今。でもやんたんすっごいっすよね。1週間に1000人以上、すげえ。え、ってことはさ、あ、間に合う、間に合うというか、いけるか。年内に10万人の可能性あるよね。あ、ヤンタン1周年の時に10万人。すごいやん、それ。行ってくれたら嬉しいですね。行ったらすごいね。行ったらもう普段こんだけしてくれてるわけですから、お願いしましょう。あ、僕らから。確かに。A グループから ね。こういう時ぐらい。確かに、そうしましょう。お礼させてもらうタイミングってないっすね。あ、うん、させてもらいましょうよ、こういう時は。フォロワーが10万人いったら A グループからヤンタンの、その週担当の A グループ2人がその週担当の A グループ2人がヤンタンに何かこうお祝いをすると。これも2月から考えてくれたりとか。確かに確かに、そうやね。1日これやったっていうぐらいの部屋を飾ってくれてるわけですから。確かに、その1日かけてするぐらいのお礼をね、普段の。そうしましょう、盛り上げてくれるわけですから。決定しましょう、Twitter で。そうしましょう、やりましょう、メンバー。 OK ね、これも決定です。普段のお礼をさせていただきます。10万人いった暁には、その週の2人がね、その週の2人がね。続いて、はい、東京都の萌えさんからです。はい、ありがとうございます。せいやくん、まさやちゃん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。せいやくんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。ツイッターに上がっていたレッドカーペットの写真を拝見したのですが、ヤンタンってこんなにおしゃれな番組でしたっけ。バラを見ると世紀のロマンティストプリンスを思い出しますね。俺の回もしてほしかったな、正規のロマンティスト、ロマンティストプリンスの回もレッドカーペット敷いてほしかったな。確かに。あ、知らんか、ロマンティストプリンス知らんか。そっか、ごめんなさい、ちょっと分からへんの。萌えさんと二人で盛り上がっちゃった。ごめんなさい、ちょっと分からへん、やった聞いてないから知らんか。ちょっとちょっと俺のキャラクターがあって、ね、ああ、そういうキャラクターがあんの。じゃあ俺と付き合うっていう。あー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 、はいはい、やってましたね、そのコーナー。そうそうそう、ドラマだあれ。なんかなんか一回だけ特番みたいな感じだったんや。盛り上がってたら続きはねみたいな感じだけど、終わった。全然気にしてない。そんな全然終わった。別に盛り上がってなかったわけじゃないでしょ。今盛り上がってはいないけど。そんなことないでしょ。思っててほしいなかった。さあ、続いてお金の件の金井さん。須田さん、まさやちゃん、須田さん、須田さん、まさやちゃん、こんばんはです。こんばんは。須田さん、28歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。まさやちゃんがずっと28か88かって言ってるのを聞いてるので、なぜか私の心が、私も来月28になるので、誕生日迎えた瞬間はまさやちゃんの28か8かを思い出しておきます。まさやちゃんにとって28歳のイメージはどんなでしょうか。まどろです。めっちゃ大人、ほんまにめっちゃ大人です。いや、そうですよ。ちょっと最後に28歳の抱負と、ファンの皆さんにちょっと。いや、そうですね、まあ28歳もこんな感じでやっていけたらなと思ってますけども、まあ A グループもね、もっとますます大きくなって皆さんと一緒に成長していけたらなと思っておりますので、皆さん今後とも A グループよろしくお願いいたします。こんな日ぐらい聖夜様で、久しぶりの聖夜様で信じますよ、はい、あ、皆さんにね、皆さん。それでは皆さん、本日は本当にありがとうございました。夢でお会いしましょう。ひゃー、金プラ買い、どういよ買い、金プラチナ買い取りのヘリオス大阪はダイヤモンドの買い。